果にコミットするライザップ。結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 果にコミットするライザップ。香取君さりげなく体自慢してるつもりなのかな。
ちゃ見てんだけど。香取慎吾本気でライザップ中。ねえねえねえ、香取くんさ、さりげなく体自慢してるつもりなのかな。明らかに不自然だよね。見て、動いてる。オリーブオイル塗り出したよ。すっごいですね、筋肉。香取慎吾本気でライズアップ中。無駄な抵抗はやめなさい。うるせえ、近づくんじゃねえ。おとなしく手を挙げなさい。君じゃないよ。香取君、この状況で体自慢してるのかな。後ろを向いて壁に手をつけなさい。だが何なんだ君は。香取慎吾いい体継続中。結果にコミットするライザップ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 。私に関して言えば、ライザップの一番大きなメリットっていうのは生活習慣を変えられる。狭いですよ、太ももを効かせます。効いていくといいですね。トレーナーさんのアドバイスに基づいて無理なく変えられる。OK。 知らず知らずのうちに生活習慣が変わる、しかも劇的に短期間で変わるっていうところが、まあ、一番すごいとこなのかなって思います。ライザップ。結果にコミットするライザップ。痩せるだけならいろんな方法がある。でもライザップは違った。3万5千人の体を変えた独自のメソッドで私の望むボディラインをデザインしてくれた。くびれ、女性らしいライン、ほらこんな風に。あなたもきっと変われる。私が変わったんだから。痩せるためには食べちゃいけない、そう思ってた。でもライザップは違った。お肉も魚も食べられるものはたくさんあった。食べてしなやかな筋肉を作り、女性らしいボディラインを形にする。こんな風にね。あなたもきっと変われる。私が変わったんだから。結果にコミットするライザップ。結果にコミットするライザップ。
笑いにコミットする。テッド2好評発売中。